松村勝児は日本の映画監督。東っぱなし学園映画制作科講師。妹は東京都議会議員の植田玲子。東京都港区西麻布出身。明治学院高等学校卒業。成城大学文芸学部国文学科卒業。大学在学中、映画研究部で自主制作映画の制作に携わる。卒業後、毎日映画社演出家に入社。 同社にて、TV ドキュメンタリー、短編記録映画など100本近くの構成や演出に、携わる。1988年、ニュース映画、今なお苦悩は続く登録郊外70年で、毎日映画コンクールの短編映画部門グランプリ、受賞。その後、1991年に、フリーランスへ転身。映画監督として、活動を開始する。日本映画監督協会所属。 大学時代は国文学科に学び、卒業論文では奥の細道について研究していた。おっかない映画しか撮らない男ではなく、学生時代は奥の細道を研究していた男だとファンの間では言われている。スプラッタ、バイオレンス系の映像作品を以前は多く撮っていた。1992年、平凡な少年が突然狂気に取りつかれる、オールナイトロングでデビューする。 カルトファンに高い評価を受け、横浜映画祭の新人賞を受賞した。1994年のオールナイトロングには、サイコホラー仕立てで多くのカルトファンを引きつける。常に時代の暗部に焦点を当て、暴力性や変態性といった局部をクローズアップすることでタブーに挑戦し、人間の内面に潜む闇、狂気、愚かさ、切なさ。 悲しみなど心の深淵を描くなど、あらゆるテーマで映画を撮っている。2013年、竹中直人主演、天心では、岡倉天心とその弟子たちの実像に迫り、新境地を開拓。テレビにおいては、青春、人間ドキュメンタリーを中心に多数演出。1993年、テレビ東京のドキュメンタリー人間劇場で映画のモデルにもなった。 一人の部員司会内、大学相撲部の首相を追った、思考噴で、たった一人の境大相撲部、北見首相の青春を演出。1993年度の同番組の年間代表作の一つとして、ATP 作品賞の選考に出品される。1997年2月、ドキュメンタリー人間劇場で三本目の作品、柴又の駄菓子屋で展開する80歳の女性店主と、 子供たちとの触れ合いや泣き笑いを追った芝間ただや十円玉の愛と夢物語を演出。1997年下半期の代表作に選ばれギャラクシー賞の選考に出品される。ありがとうございます。